秋田県仙北軍の範囲仙北軍は秋田県の軍。本校では旧正の山本軍についても述べる。人口18,333人、面積1 6 8 3 2トル、人口密度109人、平平方メートル、以下の一長を含む。1878年に行政区画として発足した当時の軍域は上記一長のほか、以下の区域にあたる。 旧正の山本軍は、日本三大実録の八百七十年十二月八日上に、軍名が初めて見えることから、平安時代初期に平河軍から分離したと推定されている。その後、南隣の平河軍、その南の小勝軍とともに、三北三軍と呼ばれ、あず鏡では、仙北山本軍と記され、その後中世を通じて、北部を、仙北北浦軍、南部を、 平河軍と合わせて、千北中軍と呼ぶこともあった。近世に入り佐竹氏が入部し、官営4年に、領内の軍政を整備した際に、千北軍に故障が統一され、この時別に中世の檜山軍が、新たに山本軍と解消された。このような軍名の混乱の原因は、福川神社の否定地を政治的な理由により、変更した佐竹氏の神社行政にあると見る見解がある。 仙北は、古い資料では、三北、仙福、仙戸星と表記していることもある。また、岩手県森岡市内に、仙北町という地名があるが、これは昔、本軍からの移住者が多かったことに由来する。明治10年の合併1、大曲村2、神宮寺村3、新刈羽の村4、角野立町5、六号村6、 金沢村7、花立村8、淀川村9、荒川村10、土川村11、大沢豪村12、強首村13、南奈良岡村14、内尾友村15、外尾友村16、大川西根村17、藤木村18、高梨村19.4、津谷村20、長野村21、神代村22、聖保内村23、田沢村24、 日の木内村25、西明寺村26、中川村27、久雲沢村28、清水村29、白岩村30、豊川村31、豊岡村32、横沢村33、長篠野田村34、千谷村35、横堀村36、畠屋村37、飯詰村38、金沢西根村自治体の変遷古来、 仙北郡北部の田沢湖町、西木村、角野立町は北浦と呼ばれ、歴史的にもつながりが大きかったが、合併をめぐっては問題が頻発している。当初、三町村は合併して、新市、仙北市を誕生させる予定であった。ところが、庁舎の位置や行政プロセスのあり方などをめぐって、西木村、田沢湖町 VS 角野立町という対立構造が、 県庁になり、角野立町は合併協議会を離脱した。これに伴い、西木村と田沢湖町は合併して、新町田沢湖町を誕生させる予定で交渉を進めた。しかし、角野立町議会は合併協議会解散の決議を否決し、合併の是非を問う町長の出直し選挙で、合併推進派の新人候補が現職に大差で勝利した。そして、 角野立町が合併協議会に復帰、合併関連議案を可決したことで、2005年9月20日に千北市が誕生することになった。なお、旧中川町も北浦と呼ばれた地域であり、当初は北浦4町村での合併を模索していたが、離脱して大仙市に加入した。ありがとうございます。